広島アーカーブ塾始めます。今日はですね、弟子4の方と一緒に話を進めていきたいと思っています。あ、弟子4でございます。お久しぶりです、塾長。はい、今日もお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、2月1日からキャンプが始まりまして、半ばはね、新監督の新井監督のもと、公式も刷新、ほぼ刷新と言っていい状態でキャンプ入りましたと。で、これはですね、別に笹岡監督も選手時代暗い選手じゃなかったわけですね。あ、そうだったでしたかね。僕ちょっと存じ上げないです。比べると、例えば、現役時代、古くなりますけど、野村克也さんの、南海、ロッテ、西武、ヤクルトの監督になる前の時代とかね、落合監督とかね、その、本当にネクラというか、暗い雰囲気、ロッテで言うと、アリとミチオさんなんかもちょっと該当されてしまうとは思うんですが、はい。笹岡監督ってどちらかというと、寝垢までは言いませんけれども、暗い部類じゃなかったはずなんですね。あ、そう、なんか、こう、選手に従ってるっていうか、優しいイメージはあります。そうですね。なんですけど、今回のキャンプ、やっぱり笹岡監督が監督になったプレッシャーだったのか、当然、この流行り病の影響もあったとは思うんですが、新井監督が意識、当然、緒方監督とかね、いろんな山本浩二さんとか、いろんな監督に仕えた影響もあると思うんですが、意識して、明るい雰囲気を作ろうとしてるんだろうなと。なるほど。まず、自分の表情ですよね。なるほどね。とにかく、笑顔というか、明るい空気作り、これは当然自分だけじゃなくて、コーチ陣にも影響するんで。そうですね。当然、流行り病の影響もかなりないので、当然、キャンプは自由に、球場に見に行ける状態もあるので、かなり、以前のように、押しかけてるというか、やってはいますけれども、かなり意識してるのは、例えば、当然、マイクを使ってパフォーマンスをして、最後は、野間明先生、あれでした、明夫先生したみたいなことを言ったりして、かなり意識してるんだろうなと。だから、そこから見ていて、相当、新井監督にしてみると、キャンプの雰囲気が暗かったんだろうなと。その、12球団の中でね。流行り病があったんですけど、マイクパフォーマンスをやろうと思えばできましたしね。誰でもできる監督ですし、ですね、もっと、もっと、なんていうかな、明るい、柔和な表情はできたはずなんですよ。そうですね。症状だけで言えば。ところが、なんていうかな、常に厳しいというか、暗い表情なんですよね。そうですね。なんでこんなにできないんだろう。要は、厳しい方だったらいい。要は、振り切っちゃって、押すの
監督みたいに、もうできないやつらはしょうがない、まあ落合監督もそっちの部類になるかもしれないんですが、厳しさ全面という手もあったと思うんですね。こう感じるところとして、星野監督は明るくて厳しい感じはしましたね。暗くはないと思いますけど、まあ意識して表情を明るくしてましたよ。ねえ、そうね。だから笑い、まあこれね、多分もう亡くなられてますけど、ヤクルトの関根純三さんとか、小橋正幸さんもそうなんですよね。厳しいし、まあまあ今の時代良くないけれども、裏で鉄拳があったりすることはするけど、表情はなぜか柔和な表情だけしとく。なるほど。そうですね。まあ、もしくはキャンプとかね、そういうところは、もう、はい、まあ、他のファンも見てるし、はい、だったら明るくというか、まあ、表情ぐらいは明るくていいし、練習ぐらいは明るくでいいでしょうと。それもあってか、宮崎の方の、転覆と読みちすればいいんですかね、球場の方ですね。こちらの方も塾長のメモをいただきましたけれども、満員を例で、毎日ですね、ついてみたいですけども、キャンプでこれだけっていうのも、なかなか、やっぱりファンもそれが分かってるってことですかね。分かってると思うんですよ。で、これ、大方監督も意識で作ってたんですよね。厳しさ前面のキャンプはやってないんです。そうですよね。だから、これは、多分もう、家具監督が、もうこれだけ、まあ当然強い弱いも含めて、プロ野球も70年もやって、まあ当然いろんな紆余曲折があった、一番大きかったのはストライキの時代から変わってきてるのは、もう厳しさだけとか、成績が良ければいい時代では、ファンは来ないことを、ストライキをするしかなくなったわけですね、選手も。ありましたね。球団も。はい、そうですね。当然、はい、強いし、いいプレーは、これは前提です。前提ですけれど、まあメジャーなんかもよく、まあ、ほぼの球団と、一部の選手はちょっとやらない人もいますけれども、ほぼがファンサービス前提ですよね。そうですね。もう、まあ、生態をすると前提というか、もう強制でファンサービスデーを作って、もう主力もやれっていう感じを。そうですね。年俸が高い選手も。はい。大リーグは、年俸の高さとか、金額で驚いてしまいますし、肉体のすごく、こう、大きさで、驚いてしまうところもありますけども、ファンサービスは、すごく、なんていうんですかね、フレンドリーで。徹底しますよね。球団とか、それは監督、コーチも、もう、厳命されてる、要は、できない選手には指示しなさいぐらい。そうですね。なんですね。だから、別にメジャーリーガー全員が、大谷翔平選手とかね、ダルビッシュ投手とか、まあ、カープの選手たちみたいに、全員がフレンドリーで、全員がファンサービスに積極的な選手だけではないんですね、メジャーはい。嫌ですと。落合監督みたいにファンサービスより俺の、まあ、成績とかトレーニングが優先ですっていう選手もいるんですけど。それをメジャーの方は、もうルールとして契約の中に入れてるかのように強制なんですよね。メジャーの選手はなんか服装なんか塾長に以前教わったと思うんですけども、
まあ、メジャーの選手は服装なんかにも気を使うっていう話がありましたね。服装もそうですね。新庄選手ですかね。あ、そうでしたかね。メジャーに行った時に、はい、多分まあ、元、まあ、これある程度の年齢の差は分かると思うんですが、野茂投手が行った時のピアッタ選手。ああ。星野。同じチームメイトになった時に、店に行って、まあ、その店の全部服装は全部買うと。で、自分の好きなものを選べと。で、服装もメジャーのたしなみだって言われてるんですね、新庄さん。ファンから見られると。ファンから見られてるんだと。だから、そのファンから、お前がファンから見て、どういうファッションを求められてるんだってことは言われてるんですね。もしかしたらやっぱり、いいプレーさえすればとか、勝ちさえすればいいんだっていうのは、もしかしたらおごりになってしまうかもしれないですね。おごりになってしまうんですね。で、これはかなり黒田投手とか、まあ当然カープもかなりメジャー行きましたので、はい、そうですね。入っても来ましたし、当然カープもストライキの時は、どちらかというと、はい、球場にファンがいない球団の筆頭の方に、そうですよね。球団ですね。広島市民球場ですかね。そうですね。はい、で、このおかげで、まあ、松田スタジアムができて、チームが盛り上がって松田スタジアムにお金を出すという話になり、松田がスタジアムができ、で、スタジアムができて、選手育成はできても、今度は勝てないし、ファンサービスがないとファンが来ない現実には、松田ができた時だって入ってないんですね。そうですね。出だしそうですよね。はい。ね、まあ、出だしは新球場ってことで出ましたけど、2、3年経つと、やっぱり、あれっていう事態に、なってきて、チーム強化、まあ、当然野村健次郎さんが若手育成からまず勝つチームに変えていき、これが当然この育成と、はい、ファンサービスのことと当然このマツダスタジアム の、まあ、そのボールパーク球場っていうことがマッチして、はい、で緒方監督の強いカープで、まあ、カープ女子を含めたカープブームが来るっていう。そうでしたね。はい。なので、ここを笹岡監督の方がちょっと勘違いしたのは、全部が一体なんですよと。勝てばいいわけでもないし、ファンサービスさえすればいいわけでもないし。そうですね。だから、まず新井監督が当然、まあ当然、阪神にいたり、他チームを見て、まあ解説時代で見て、当然パリーグの試合なんかほとんど見たことがないパリーグなんか見たときに、やっぱり笹岡監督がやってたカープの、これは違うなっていうのは、多分、暗いなってことだと。笠岡監督自体のやってることが暗いんじゃなくて、外から見て暗いことをまずいと思ってると思うんですね。そうですね。本人の問題ではなくて、外から見ての話は、そうですね。外から見なきゃいけないんで、笠岡監督が別に暗いキャンプとかね、厳しいキャンプ、どうこうっていうのは、これ、笹岡監督、カープ自身のキャンプの話。そうですね。外部評価が入ってないんですね。これ、もしかすると、塾長、まあ、入られるんですけども、新井監督になってから、コンディション不良っていう表現をやめて、
ファンの皆さん、マスコミも全部ですね、しっかりとどんなところがどう悪いのかってことを告知すると、はい、したのも、やっぱファンとの一体感を考えてることなんですかね。要するにですね、落合監督は完全に、隠しますと。なんでかって言ったら明確だったのは、私は中日を日本一にするための監督として契約したからって言ってるわけですね。そうですね。はい。で、中日もそれを認めて契約したから、それが許されたわけです。要は、ファン、言い方悪いですけど、観客動員の契約に私は入ってませんなんですね、落合監督。そうですね。勝つことで観客が来るかどうかの判断であって、そういう契約をちゃんと落合監督がしてる話であって、新井監督はやっぱりファンを、マツダスタジアムにこの、流行り病の後から戻すってこと、もう、そうですね、考えてるってなると、はい、選手が応援してもらうためにはどこが悪いから今欠場してるから頑張って直してくれっていうふうに応援してもらうためにはどこが悪いんですって情報を出すしかないって思ったんだと思うんですね。まあ、去年まで謎のこう、なんていうんですか、二軍推しというか、いわゆるダウンリストとかですね、我々からこう、わかんないところが多かったですけど、そうですね。もやもや感はなくなりますよね。もやもや感をなくそうと思ってるんですね。で、緒方監督も完全に隠蔽はしてないんですね。そうでしたね。下半身不良、上半身不良、成績不振でファームって一応3種類は出してたんですね。そうですよね。だからダメだからファームもあったし、怪我だからファームもあった。そうですね。笹岡監督の場合はちょっともやっとしたのは、自分の判断でできてないからファームなのか、怪我でできてないことが問題でファームなのかをもやっとさせたんですね。その意味からすれば、まあ、コンディション不良っていうこの英語というかカタカナというかですね、この言葉を入れるとなんとなくごまかしてるというか、ごまかしちゃうんですよね。要はコンディションって本当に、まあ、体調、当然怪我だけじゃなくて、はい、内臓とかね、その病気的なコンディション不良もあるわけで、ありますね、である以上、はい、別にブラジル選手だから病気しないわけじゃないわけですよね、はい、そうですね、だからこれを新井監督は多分明確にするんだと思うんですね。例えば菊池涼介なんかどちらかというと、まあ、喘息持ち等々があって、はい、怪我ではないけどファームに落とさなきゃいけない事態の場合は言わないとわからないですよね、そこからすれば去年の怪我したのっていう、はい、秋山翔吾選手だってファンからするとなんでって思いましたもんね、体調不良って思ったら、それは返答、要は本当 の、 その人としての体調不良ですね、怪我、はい、ではなくてと、これはどうしようもないですよね、扁桃腺を、はい、まあ、扁桃腺を起因とした、まあ、当然扁桃腺、はい、まあ、コロナが、まあ、原因とはいえ扁桃腺に弱みがあって、体調が戻らなかったっていうもの、はい、だから怪我の体調不良とは違う、コンディション不良とは違うと、ここら辺を新井監督は明確にしたいのかなと。そうですね。扁桃腺が腫れてると聞けばですね、多くの人は
まあ、見たり体験したりしてるんで、それは野球できない、プレーできないなって納得しますよね。ね、だから要は、俗に言われる微熱と言われれば、プレーできるんじゃないかっていう微熱と、はい、扁桃腺を起因とする微熱はプレーできないよねっていう、分かりますね、同じ微熱でも原因が違いますので、そうですね、要は普通の、なんていうかな、普通の30、まあ、まあ、平熱ぐらいから37度一部ぐらい、前半ぐらいであれば、プレー、なんていうかな、仕事してる人がいたり、プレーしてる人もいるよね、っていう温度だけど、体温だけど、はい、これが扁桃腺が原因からで来ると、体のだるさ、別問題。そうでしょうね。炎症起こしてるんですからね。まあ、当然、プレーできませんよね。プロですから。そうですね、騙し騙しというレベルではないですかね。はい、今の、特に日本のプロ野球のレベルは、当然メジャーリーガーがいっぱい、まあ当然戻ってきた選手が多いとはいえ、メジャーリーガーが多いですから。無理ですよね。ここら辺が無理だっていうことを、新井監督は、もう少し明確にファンに分かってもらわないと、ファンが応援してくれないじゃないか。不審に思ってるんじゃないかと。そうですね。できるのに休んでるんじゃないかとか。いや、もっとできるのに何が原因でこんなに打てないんだって思ってるわけですね。特に秋山選手に関して、まあ特に菊池選手とかね。もっとできるのになぜできない、何をごまかしてるってなるけれど、これは他球団にその情報が漏れるリスクよりも、ファンにその情報を与えておかないと、球場にファンが来ないっていうリスク。そうですね。もうこれは秋山選手とか菊池選手が、まあそういう体調で出れないならしょうがない。まあ、まあ、ではスタメンにいないのはしょうがないけれど、じゃあ、代わりの選手を応援するために球場に行こう。だったら、あ、それもあるでしょうね。来てくれるわけですよね。ありますね。ありますよね。ファンとしてだと球場に行けないわけですよ。そうですね。なんで出てないの？だから、特にあの、関係の問題だけじゃないんですね。あの、秋山翔選手がこう、扁桃腺腫れてた頃、ちょうどカープももしかしたら3位もあるかもしれないっていう時もあったじゃないですか、ね、4位でしたけど。そうですね、無理に出てくれれば上位進出もあったろうと、特に菊池もある程度、まあ、はい、守備打撃ある程度もうちょい結果を出してくれればとかね、はい、でもまあ、そこが分かったらね、それ、あ、扁桃腺なんだって分かれば、なん、あの、ね、みんな、仕方ないんですよね。病気的な理由なんだってことと、怪我の理由なんだということと、そうですね。それは当然二軍に落とすまでもないけども、今、怪我の状態でスタメンは無理だってことの情報発信は、はい。で、これは新井監督がもう一つ分かってきてるのは、多分、私、順位予想でも言ってますけど、多分今年のセリーグ6チームは、現状の戦力は横一線なはずなんですね。うん、おっしゃってましたね。どこのチームも82、3勝する力はあるんです。それかどうかは別にして、はい。あの、ピッチャーとか野手の勝ち星計算をすると、積み重ねるといきそうですと。でも、うん、積み重ねないと下手すると、まあ、70勝ぐらいしか積み重ねられないですよっていうぐらいが戦力ですけど、はい、横一線は横一線なので、情報を出した方がいいだろうと。
これは塾長功を奏すというか、いい方向になりそうなと思います。これは荒井監督が自分の性格も分かってると思うんですよ、うん。隠すことが自分にとってものすごいストレスになって、他のことがおろそかになるってこともあると思うんです、うん。あ、なるほどね、なるほど。要は隠したり、なんつうかな、嘘とは言いませんけれど、黙ることが平気っていう言い方はちょっと語弊があるんですが、はい、何でもなければそういうことはしても、まあ何でもないとは思うんですが、新井監督はそういうことをすればするほど、どっちみち顔に出ちゃうしね。あ、そうですね。で、記者に聞かれても結局本音出ちゃうし、そうですね。だから本音でどうせ、なんだそういうことじゃんって突っ込まれるぐらいだったら、うん、最初から発表してしまえば、うん、そのストレスは監督にもないんです。そうですね。はい。もう球団として発表してくださいと。ね、球団として発表してくれれば、監督として聞かれても、その質問に答えられますよね。こういう理由でスタメンを外しました。こういう理由でファーム落ちですって。そうですね。ここが、まあ、当然球団側と話をして、発表していいですってなったので、監督もこれがやりやすいんだと思うんですよ。隠し事はしなくていいから。ああ。コーチもそうですよね。監督の顔を読みながら、ね、この選手のコンディションについて、どういう表現したらいいだろうって考えなきゃいけないテレビがありますよね。隠してた場合には。でも、もう隠さなくていいんですよ。喋って、もうコンディションについては、別に、まあ、球団も、私も、基本はオープンですって言ってる以上は、コーチも聞かれても、あ、今ちょっと状態、ちょっと、下半身の状態が思わしくないとかって、コーチも答えられますので、そうですね。はい、何かに、見ながら、監督ってどういうふうにこういう時コメントするんだろう、考えながらコメントしなくてよくなってるんですね。はい、何でも喋っていいっていうか、球団が発表したことを喋ればいい。で、塾長、こう、ファン重視というか、ファンのね、こう、観客を戻すというところの、新井監督の流れというのは、まあ、こう、新井監督の明るさも相まって、こう、成績の方のいい方向に向かってくるような感じなんですかね。いい方向には向かってくると思うんですよ。で、これは私は、まあ、他のファンの方はどう思ってるかわかりませんけれども、私はいずれ、前田健太と丸は、ハーフフロンダー戻したいと思ってるはずなんですよ。うん、そうでしょうね。はい。で、この土台に戻りづらい雰囲気は作れないんですよ。うん。そうですね。それは明るい雰囲気の方が戻りやすいですね。明るい雰囲気だし、当然 FA で出てた新井選手が戻ってきて、当然私はコーチとして入るかどうか疑問だったけど、まあ、黒田。今、ディレクターとして入ってますけれども、やっぱり入ってきましたよね。うん、コーチとして。そうですね。キャンプに、うん、もうほぼ、あれ、外部じゃないですよね。ほぼ、投手コーチみたいに入ってきてますよね。声のかけ方とか。そうですね。だから、やっぱりそういうことは、頭に、実際これは前田健太丸本人の、意向があるので戻ってくるかどうかは本人たちですけど、カープ球団は交渉の舞台には立つんだろうと、うん、
そういうことですね。戻すために。で、この時に戻れない雰囲気が作れないんですよ。そうですね。前田健人投手も、もしかしたら来年戻ってくる可能性ありますもんね。来年か再来年ですよね。まず、トミー・ジョン手術で、棒に振った、まあ、多分1年、まあ、実質は2年ですよね。まあ、1年ぐらい、そうですね。はい。多分、今シーズン投げると。うん。ある程度投げて、自信をつけて、多分来年も投げるとは思うんですね、メジャーで。うん、その後だと思うんですよ。丸選手からもしかしたら1年遅れて戻ってくるイメージですか。そうですね。なるほど。丸も下手をすると複数年じゃない可能性がありますので。そうですね。今年が複数年の最後とし、最後ですから、両方とも1年1年契約をした場合には、両方戻る。はい、そうですね。ことも含めて、この新井監督が今やってることって、まあ、笹岡監督の時に、あまりにも外から見て、他球団から見て、見たいキャンプだったとは思わなかったとか、見たい試合にベンチの雰囲気が見たいと思わなかったからファンが来てないんじゃないか、はい、これやっぱりカープもしくは新井監督選手だけじゃなくて、その取り巻きの方々、例えば天福球場近くのレストランとか、まあ食堂とかですね、グッズ売ってる方とかっていうのも、売り上げが上がっていくと、やっぱりなんとなくこう、新井監督を、こう、なんていうんですかね、雰囲気が良くなってきますよね。良くなってくると思うんですよ。で、今回の、まあ、コーチ人事等々を見ても、戻して、はい、まあ、当然外部の人が多いっつっても、はい、基本全員前提が明るい人なんですよ。あ、男前なの藤井ヘッドコーチも明るいですもんね。基本はそのチームで、まあ言い方悪いですけど、ムードメーカーだった人たちなんですよ。そうですね。藤井さん、キャッチャーとはいえ、ムードメーカー、相澤とは別ですよ。ムードメーカーだった。ホームのキャッチャーも、うん、そうですね、うん、明るいイメージですね。明るいイメージを新井監督は今回、まあ、前面に押し立てるんだろうと、うん、そうですね。あ、これが功を奏すかどうかって言いますかね。功を奏すかどうかは別にして、少なくとも、やっぱりこの雰囲気はファンはキャッチして、うん、やっぱり現実にキャンプに、まあ当然、その地元の人だけではなくて、広島とか、他の地域からやっぱりキャンプ場に足運びましたから。そうですね。運んでますからね。だから感じるはずなんですよ。感じてるはずなんですよ。いくらキャンプだと言っても、そのお金の問題もありますけども、やっぱり行くとなればそれなりにこう大変じゃないですか。大変ですかね。日帰りで行けるようなとこではちょっとないので、はい、キャンプ見たらね、やっぱり、夜はちょっと泊まって、で次の日帰るぐらいじゃないと、うん、4時5時まではカープはキャンプやりますので、はい、で外でまあね、このいくら暖かいところしても寒いでしょうし、寒いですし、まあやっぱり食、まあ当然行ってるところはね、食事どころ、食事が美味しいところでもある、そのものは食べたいでしょうから、はい、経済効果もあるといいことですよね、あるということなので、これはもう新井監督は多分めちゃめちゃ意識して、うん、そうですね、意識してるんだと思うんですよ。
塾長、その先ほどの明るいっていう言葉を何回かおっしゃられてましたけど、塾長としてはその明るいというのはいいことですか、悪いことですか。これはね、意識して作らなきゃいけないと思ってるんです。ああ、むしろいいことということですか。いいふうにしないと。これは、はい、工藤監督ってどちらかというと、トレーニングだなんだって、ストイック系の人なんですね。学者肌でストイックですよね。大野豊かさんに近いぐらいストイック系の人なんですね。はい、そうだと思います。やってることは。でも、立ち振る舞いは工藤さんから見るの、明るい、根明かな人なんですね。そうですね。工藤監督は本当はすごく学者肌の方ですかね。そうですね。いろいろ大学どちらかというとあんなに明るい雰囲気ではない、はい、ないというか、うん、そうなんですか。意識して明るい表情はもう一方に明るい根垢なのは渡辺サルブの方ですから、うん、そうですね。あ、同僚にいた、彼も西武で明るさで勝ってるんです。今 GM にいますけど、そうですね、そうですね。だから、うん、結局、まあ、今ジャイアンツが落ちてるのは結局原監督がものすごく暗くなったんですね。昔は明るいイメージはありましたけどね。最近そうですよね。ここ最近はまあいろんなジャイアンツの中の問題等々いろんなことがあるのか、まあチームがうまく当然ね、勝ってないし、はい、勝ち星も上がってないし、うん、思ったように数字が伸びてないこともあるとは思うんですが、ものすごく原監督の表情が暗くなった、まあ、ベンチが暗くなったんですよね。やはり、まあ、親会社のこう不況というのもあるでしょうし、原監督そのものの昔のね、いろんな醜聞の話、それから坂本勇人選手の醜聞と、しかもキャプテンでと、これもあるんですかね。あるとは思いますし、実際問題、コーチ陣なんですが、もともとのめちゃめちゃ明るい人たちがみんないなくなっちゃったんです。例えば、宮本智和投手とかですか。宮本智和、斎藤正樹、江藤とかね。明るいですよね。だから正直言って明るい、明るいですね。明るいだけで言うと元木しかいないんですよ。後藤は明るいっつっても結局レギュラー取るために必死で明るさやってる場合ではなかったせいに、元気さと明るさは違うので、どちらかというと桑田選手は暗い方ですもんね。どちらかというと、表情が暗い人なんですよね。だから、そうですよね。もう、明るくしようとしても、みんな、ファンのイメージが要は、ここは大事なのは、桑田選手が暗いか、桑田コーチが明るいか暗いかではなくて、桑田コーチと、じゃあ、工藤、監督、元監督とかね、斎藤正樹さんとか、江藤明さんとかね、その他の人と見られて、はい、桑田さんの表情って明るく見えますか、雰囲気が明るく見えますかっていう、比較の問題になる。そうですね。やはり斎藤、桑田、牧原3人って言ったときに、明るい人ですから、一番暗い人は下なんですよ。ですよね。で、元宮本和智も入れると、やっぱり、一番下なんですよね。そうですね。言ってることもどちらかというと、批判的な言葉が多すぎますので。そうですね。褒めることが後なんですね。はい、褒めてから批判ならいいんですけれども、
月に、まあ当然桑田コーチも解説投稿の時はなるべく褒めてから批判はする、コメントはしてるんですよ。はい、してるんですけど、記事の時に出てくる時は批判が先になってる現実がある。そうですね。だから批評家というか批判家というかっていうレッテルがある。そうですね。以上、うん、これがメインに出てきちゃってるんで、当然成績に加工になってると、これヤクルトは高津監督めちゃめちゃ明るいですから。そうですね。であのスタッフも明るいメンバーを集めてるんですね、大魔神、はい、だから、はい、やっぱり明るい面で、ここで気づいたのは三浦大輔なんですよ。明らかに、まあ、リーゼント等々を含めたものをお笑いに変えてきましたよね。で、自分も明るくした上で、鈴木貴典とか、どちらかというと、まあ、ストイック系、この、まあ、暗く見られがちな人たちにも、明るく接することを求めていきますね。まあ、だからやっぱ上がるんですよね。上がっていくんですよね。矢野監督ってどちらかというと、いろんな、まあ、行動で明るいですから、はい、結局やってる4年間ずっと A クラス。そうなんですね。結果出してるんですよね。矢野監督。出してるんですよ。はい。結局、その分、煽り食ったのはカープですから。うんですね。そういうことですかね、やっぱり。ここが、立浪監督もそこに脱却できるかどうかなんですよね。はい、明るい雰囲気をなるべく予想で、あの、まあ、ベンチですよね。そう、監督だけじゃダメなんですよ。日本ハムが監督だけ目立っちゃいましたから、明るさが。そうですね。だから、チーム全体なんですよね。っていう。そうですね。だから、やっぱり、それもあって、日本ハムは、新庄監督は、森本一人でしたっけ、誰かと。そうです。ですよね、参加する。今回参加されますよね。やっぱり、ちょっと、一つのランプじゃ明るくならないということで、二つ三つランプを、灯そうという形はやるとは思うんですよ。そういうことですね。はい。だからこれは OK ですってやるんで、この、真剣とかね、真面目とか、まあ、いろんな形はありますけれども、新井監督は明らかに、その、自分がではなくて、主語がこの私がとかではなくて、他から見て明るい雰囲気のキャンプができてるかどうか、そういうことですか。出るんです。はい。はい。わかりました。塾長、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。失礼いたします。失礼します。失礼します。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。